川崎重工が提案するロボットデジタルプラットフォームは、ロボットに関係するさまざまなデータを活用することで継続的にサービスを提供するプラットフォームです。このプラットフォームの役割は、ロボットシステムのインテグレーションを効率化することと、ロボットから収集したデータを活用して新たな価値を生み出すことです。これらの2つの役割を同時に満たすことで新たな価値を生み出し続けます。この2つの役割を持つプラットフォームを関連パートナーと連携することで実現したいと川崎重工は考えています。一つ目の役割であるロボットシステムのインテグレーション効率化では、データを共有することでロボットシステムを簡単に作り出すソリューションを提供します。まずはデータ検索です。ロボットや周辺機器のモデルデータやシステム設計のリファレンスデータを共有し検索することが可能になります。次に仮想試運転機能です。先ほど検索したデータを使ってデジタル空間でロボットシステムを構築し、さまざまな検証を行います。最後に実機システムへの反映です。仮想試運転済みのデータを実機へダウンロードします。現場での立ち上げ調整に便利な機能を提供します。データ活用による新たな価値創造では、ロボットから収集できる作業状況や周辺環境のデータを蓄積して分析することで、これまでより詳細な情報を見ることが可能となり、ロボットシステムの継続的な進化や全体効率の向上に役立てていきます。ロボットデジタルプラットフォームの実現に向けて、川崎重工では多くの取り組みを開始しています。現在提供しているお客様サポートサービス K-COMIT やロボットシミュレーションツール OLP は今後プラットフォームに統合します。また様々な関連企業様との連携に向けて、周辺機器の接続をサポートする K-ADON を開始しました。ロボット、システム、人、データ、社会、様々なものをロボットでつなぎ新たな価値を生み出し続けるロボットデジタルプラットフォーム、ロボクロスにご期待ください。